テンターフィールドテリアは、オーストラリアのニューサウスウェールズ主原産のテリア犬種である。フォックステリアタイプ犬種の一つでもある。作出当時の旧称は、ミニフォクシーだが、トイフォックステリアとは別の犬種である。原型の犬は、オーストラリアに入植が開始された頃から、存在していた。これは、現在のフォックステリアタイプ犬種と呼ばれる類の、 犬種の血を引いたミックスのワーキングテリアで、これに何百年もの歳月をかけて、ゆっくり改良を加えていったものがテンターフィールドである。初期の段階では、蒸気の原型の犬にイングリッシュラットテリアとスムース、フォックステリアが掛け合わされ、19世紀頃になると、さらなる能力向上を目指して、ジャック・ラッセルテリア、トイ、フォックステリア、ウィペット、ミニチュア・ピンシャー、 チワワなどの血が導入されて完成した。主に他のホックステリアタイプ犬種と同じく、ネズミを狩るのに使われた。大きな倉庫でネズミを退治することで衛生を保ち、作物の食害や感染症の媒介を傍聴するのが、本種の務めである。この他番犬などとしても使われ、泥棒や、リンゴなどから、主人の財産を守っている。現在も大半が、 実用犬として飼育されていて、ペットや小ドッグとして飼育されているものは稀である。近年正式な犬種クラブが設立され、スタンダードの統一や犬種推薦の活動が盛んに行われている。f c には2009年11月現在未公認で、あるが、原産違いのケネルクラブに公認されれば、公認登録への申請が行われることが予定されている。しかし、 原産地以外ではほとんど知名度がなく、飼育されていない。その姿は、同じフォックステリアタイプ犬種に非常によく似ている。このグループの犬は、専門家でも犬を並べて見比べなければ区別が、つけにくいことで有名であるが、その中で比較すれば、本種は小柄な方である。テンターフィールドは、アメリカンラットテリアによく似た容姿をしているが、体の筋肉のつき方、性格、 足の長さなどが異なっている。引き締まった体つきをしていて、小柄で、コンパクトな体を持つ。頭は、チワワのようなアップルヘッドで、目は大きく、耳は、ボタン耳は立ち耳または半立ち耳。胸は深い。背は、ウイペットの血により、流線型である。尾は、飾り気のないタレオだが、ネズミ狩りの際に噛まれて、 怪我をしたり感染症にかからないようにするため短めに、段をする。コートは、スムースコートで、毛色はホワイトオチとして、ブラックとタンのマーキングが入った、トライカラー。体高27センチメートル前後、体重10キログラム前後の小型犬で、性格は明るく活発。いわゆる、テリアキャラクターという、やや気の荒い一面も持つが、しつけはよく入り、 状況判断力も優れている。身体能力も高く、ドッグスポーツにも最適である。原産地の気候に合うように育成されてきた犬種である。ため暑さに強く、寒さに弱いので、日本などで飼育するならば、陶器の散歩時には洋服を着せて、保温を行う必要がある。運動量は、体の大きさに似合わず非常に多い。ありがとうございます。